はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、真のボスと戦ったことありますか？あいつらむちゃくちゃ強くって、レベル99、さらに、それなりの装備をつけていったとしても、勝てるかどうか、それぐらいの強さなんですよね。で、そのボスたちに対抗するために、アクセサリーを作りました。このアクセサリーは強いですよ。どんなやつかというと、無敵、さらに超攻撃力のアクセサリーセットです。見てください。作ったアクセサリーはすべてルフィに装備してます。この上の5つですね。真、試練のドフラミンゴのパワー、そして赤犬のパワーにクロコダイルのパワー、ボンクレイのパワー、ドエイサーのパワー、この5つですね。すべてが攻撃力系で最強のアクセサリーとなってます。で、これの合成値を見てください。スピード 75%、パワー 75% の火炎 150%。まあ、下の方に行きますと、テクニックの 150% に凍結 150%。こんな感じですね。で、他のやつは攻撃力を上げてますけども、まだちょっと中途半端なんですよね。これは今後作り直して、攻撃力を最強にしていきたいと思います。これをつけますと、ルフィのステータス見てください。パワー、テクニック、スピード、火炎、凍結、雷、すべてが100となってます。この100っていう数字が 100% ダメージをカットするということですね。100% カット。つまり、1ダメージしか受けません。うん。1しか受けない。で、大体の敵は3スクビのパワー、テクニック、スピード。これだけで大丈夫なんですよ。これだけで1ダメージしか受けないんだけども、属性攻撃をしてくるやつ。例えばロギア系とかね。赤犬とか火炎攻撃なので、あいつとかは、パワーと火炎を100にしとかないとダメージを受けちゃうんですよ。なので、一応属性の火炎と凍結雷。これも 100% にしております。ロギア対策ですね。で、残りの眠りとか気絶、麻痺、毒、混乱。そこら辺も100にすることはできるんですけども、そうするとね、攻撃力を上げることができないんですよ。なので、そこは耐性を上げてません。とにかくダメージを1しか受けないように、防御力だけを上げてます。まあ、防御力じゃないね。耐性だね。を上げてます。攻撃力は19000ありますね。多分、すべての攻撃力を最大まで、合成すると、2万5000か3万近くいくんじゃない？うん、多分それぐらいまで最終的にはいくと思います。では、どんな強さなのか見せましょう。ドフラミンゴと戦います。ドフラミンゴはね、とにかく強いです。うん。分身がね、めっちゃいる。ああちょっと待って、自動になってた。攻撃を食らうと、普通のやつだと、こんぐらいですね。うん。サンジとチョッパーは、パワー系なので、耐性としては強いんですよ。強いんだけども、あれぐらいのダメージを軽く受けてしまいます。まあ、ルフィの攻撃で19000だからね。かなりダメージを与えることはできますけども、倒せるほどではない。こんな感じですね。全然倒せるほどじゃない。準備 OK だ。で、耐性の弱いゾロで攻撃を受けてしまうと、やばいぐらい食らうんだよね。とんでもなくダメージを食らう。ダメージも全然与えれない。これが真のボス。ルフィはダメージ1しか受けません。うん。ルフィだったら全然大丈夫なんだけども、他のやつが食らうと、やばいっすね。食らうぞ。よし、ごっそり持っていかれる。ごっそり持っていかれる。これが真のボスですね。で、ルフィは1なんで、全然大丈夫。はい。
もうとにかく、耐性さえあれば、他の奴らがやられたとしても、一人だけ生き残って、倒すことができるので、安心ですよね。どんな奴にでも勝つことができます。まあ、4人全員に、耐性を積んでいけば、問題ないんですよ。全員1しか受けないので、勝つことができます。はい、ということで戻ってきました。では装備の作り方の説明をしますね。装備が結構貴重なやつが必要で、まずね、この攻撃力系の5つを集めてください。ドエイサーは、ドエイサーショップで売ってるので買えばいいですね。で、残りの、ボンクレ、クロコダイル、赤犬、ドフラミンゴ、このアイテムですけども、さっき倒した真のボス、あれをね、5、6回倒せば1個出るかな。うん。あ、で、1個しか出ないから。うん。何個でも出るわけじゃなくって、1個出たら、もうその後は出ません。うん。まあ、5、6回倒すと出ると思いますので、倒して入手してみてください。で、さらにそれに必要なのが、これだね。攻撃力プラス700クラウン。これもね、絶対必要になるので、集めないといけませんね。まあ、いろんなボスから出ると思うんですけども、白馬からが出やすかったです。うん、白馬を倒すと、結構出るかなと思います。そしてこれ。スピード耐性のプラス50クラウン。で、テクニック耐性のプラス50。で、同じく、パワー耐性だね。パワー耐性の50。で、まだいるんだよね。この凍結耐性と火炎耐性。で、ルフィは雷耐性がもともとついてたのでつけてないんですけども、まあ、雷耐性も必要になります。まあ、すべてが、試練ってついてるので、新試練のボスからしか出ません。まあ、耐性をね、つけてダメージ1。受けるようにしていけば全然いけます。まあ、最初は、属性攻撃がない、無属性の敵と戦うのがおすすめです。ボンクレーとか、あと白馬とか、そのあたりだったら、スピードとかテクニックの耐性だけ上げてれば倒せるようになるので、まずはそういう無属性の奴らを倒してアイテムを集めるといいと思います。で、集め出したら、大体揃ってくるので、そうしたらば、赤犬とか、そこら辺と戦っていくようにすればいいかなと思います。まあ、とにかく最初はね、無属性の奴らと戦って装備を集めてみてください。まあ、ちょっと時間はかかりますけども、最強への道はそこからですよ。で、アイテム合成をする前には、必ずセーブをするようにしてください。合成をして、大成功が出なかった場合は、リセットしてまたやる。その繰り返しをした方がいいです。アイテムがかなり貴重だからね。なので、セーブロードをして確実に大成功を出すように、やった方がいいです。まあ、若干時間はかかるんだけどね。それで最強を目指していきましょう。はい、ということで今日は最強キャラが完成したということでご紹介でした。すべての耐性を100にしてダメージを1しか受けない最強キャラが完成しちゃいますよ。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。